脳波。脳波、脳は、イーグは、人、動物の脳から生じる電気活動を、頭皮上、腸肩骨底、鼓膜、脳表、脳神部などに置いた電極で記録したものである。英語の忠実な訳語として、脳電図という呼び方もあり、本来は、脳波図と呼ぶべきであるが、一般的には、脳波と、簡略化して呼ばれることが多い。脳波を測定、記録する装置を、 脳波計と呼び、それを用いた脳波検査は、医療での臨床検査として、また、医学、生理学、心理学、工学領域での研究方法として用いられる。検査方法、検査機械、検査結果のどれも略語は、ー具となるので、使い分けに注意が必要である。個々の神経細胞の発火を観察する単一細胞電極とは異なり、電極金棒あるいは遠隔部の 神経細胞集団の電気活動の総和を観察する少数の例外を除く。禁煙のものに神経細胞の電気活動に伴って生じる磁場を観察する脳磁図、脳磁図、マグニートンセファラグラム、メグがある。波形を直接記録するものと波形に何らかの加工を行って解析する型の二つに分けられる。脳波の導出には電極の配置位置、 およびそれらの電極の組み合わせという要素が関わる。通常の検査や実験では、電極を国際10から20法、国際1020法に従って配置するのが最も一般的である。国際10から20法では頭皮を10%もしくは20%の等間隔で区切り、計21個の電極配置位置を決定する。耳たぶ、あるいは鼻、顎などを、 電気的に、不活性とみなし、自打電極、無関電極、頭皮上電極、関係電極間の電位差の変動を記録した場合、これを単極動室と呼ぶ。頭皮上電極同士の電位差の変動を記録した場合、双極動室と呼ぶ。単極動室の場合、関係電極の入力が無関電極の入力に、対し電気的に陰性の場合、記録紙のペンが上へ触れる。 単極導出法では、基準電極の活性化など、問題もあるため、平均電位基準電極導出法を併用することがある。しかし、平均電位基準導出法ではどこかの誘導で、高電位が出現するとそれが全体に影響するという問題もある。電極は、通常、頭皮状に設置されるが、解凍して脳表に設置されるケースもある。 電極接触抵抗は交流インピーダンスによる測定で行う。インピーダンスは十ヘルツにおける値をもって代表値とし、各電極の接触インピーダンスは十キロオを以下が望ましいとされている。標準的な記録速度は三十メートルメートル毎秒 EC で記録される場合が多い。五十 μ v 五ミリメートルで記録されることが多い。機種によっては五十 μ v 7mm のものもある。筋資管剤の使用、神経変性疾患などの場合、異常な脳活動、転換発作があっても発見できない。このような場合に、3個から5個の電極を用いて、持続的に脳波を監視する。極端な過沈性を検出する目的もある。脳低温療法など、非余りにわたり筋資管剤を使用する場合に、有用である。また、 装置自体が安価で使用も容易なため、医学以外の領域での脳研究に使用されることもあるが、あくまで簡易な装置であるため、その実験結果のみをもとにした理論、ゲーム脳などには疑問のも多い。2波長指数は専用の装置を用いて計算する尺度で100が覚醒、0が脳死状態である。手術中の麻酔深度の管理に使用される。 全身麻酔における私的な鎮静レベルは40から60と言われている。BIS はフーリエ変換を基本としているが、詳しいアルゴリズムは公開されていない。ほぼ全般性、持続性に出現し、脳波の大部分を形成する特定の脳波活動を基礎立動、背景脳波という。基礎立動は覚醒度、年齢、薬物によって変化し、 基礎立動が異常を示す病態もある。基礎立動には周波数帯域ごとに以下のように名前が付けられており、それぞれ異なった生理学的な意義を有している。ギリシャ文字が周波数順になっていない点に留意が必要である。一般に健常者では安静、平眼、覚醒状態では後頭部を中心にあるファーハが多く出現する。また睡眠の深さ、 睡眠段階は脳波の周波数などに基づいて分類されている。健常成人の安静覚醒平願時では後頭部優位に出現するアルファ波が基礎律動となる。25から65歳の正常成人では9から11ヘルツのアルファが後頭部優位に出現し、海岸、光、音刺激などで抑制される。周波数の変動は1ヘルツ以内である。 アルファ波を基準として、それよりも周波数の遅い波形を除波、周波数の速い波形を速波という。振幅は正常人は 20μV、70μV であり、これを中等電位という。20μV 以下で低電位、100μV 以上で高電位ということがある。30メートルメートル毎秒、EC で 50μV、5ミリメートルで記録されることが多い。 アルファ波は、頭部後方部分に覚醒時出現する 8Hz から 13Hz の立動であり、精神的に比較的活動していない時に出現する。注意や精神的努力によって抑制、減衰する。加齢により除波化する傾向がある。アルファ波の発生説にはいくつか存在するが、アンデルセイらの仮説では、皮質のアルファ波は、首相からの入力によるものであり。 死傷におけるペースメーカーが、皮質リズムを形し、死傷の半壊性抑制ニューロンが、リズムの周波数を作っているとしている。ヌネズラの説では、皮質と皮質間を結ぶ、長い連合繊維によって生じるとされている。アンデルセンラの仮説では、死傷ニューロン群に発生する脱分極、過分極からなるシナプス五連位の、立動性振動によって作られる。 脳波立動の周波数は、視床ニューロンの膜電位水準に依存している。海岸により覚醒度が上がると脱動期状態となり、ベータ波が出現する。中等度の過分極状態では、睡眠防水波、深い過分極ではデルタ波となる。この死傷ニューロンの膜電位水準は覚醒レベルを調節する脳幹毛様体ニューロンの活動性で制御されている。 ベータ波は 14Hz 以上の立動を示す。30Hz 以上でガンマ波と分類することもある。最もよく認められるものは前頭部から中心部に記録される。多くは30ミ v ブ以下である。その起源は変動体や海馬が考えられているが明らかになっていない。シータ波は 4Hz から 8Hz の立動を示す。アルファ波が除波化して出現する場合は高等用優位であり。 経民時は、即答を優位に出現する。基礎活動の異常としては、周波数の異常、電位の異常、分布の異常などに分けることができる。中脳模様体、死傷、皮質の連絡によって、波形の成り立ちは説明される。睡眠が深くなると、中脳模様体、死傷、皮質の順に、求心性支配が順次減少すると考えられている。 突発波と誤りやすいものに睡眠第一段階で認められるハンプが知られている。入眠時はアルファ波がほとんど消失するためハンプの場合は後頭部にアルファ波が認められないといった点などが間別の役に立つ。異常脳波には非突発性異常と突発性異常の二つが知られている。突発性の意味とは持続的な基礎立動の異常ではなく突然始まり、 突然終わる一過性の波形という意味である。一発性異常は主に脳波の基礎律動と振幅の異常であるが実際問題として最も重要なのは上波である。基礎律動の周波数変動は1ヘルツ以内が正常であり、それを超えると脳波は不規則に見える。この時組織化不良という半球性に白質外視皮質が障害された場合には持続性。 多形性デルタ活動、プダが出現する。プダは、局所性脳病変のマーカーである。振幅、周波数、持続性、刺激に対する、反応性が、障害程度の指標となる。持続性除波は重度脳障害を、間欠的除波は、軽い脳障害を示唆する。反応性がない除波はより障害が強い。広範性に出現する不規則な除波は、 半球性の白質及び皮質を含む大きな病変で観察される。前頭部間欠性立動性デルタ活動、ファーダに代表される立動性活動がある。かつては上部脳幹、肝脳、視床性中部の病変による投射性リズムと考えられていた。近年は皮質及び皮質か開白質の病変が主な原因とされている。プレズは1。 側性に出現する高深幅複合派であり、ヘルペス脳炎や重篤な急性脳血管障害で認められる。広範な皮質興奮性の増大とそれに続く、皮質下で発生する抑制が周期性パターンの原因とされている。皮質開発室での機能異常による急激な神経発射が起こった後、長く持続する過分極が生じて、ニューロンが不応期に入り周期性が形成される。 周期性のトリガーは、皮質化と考えられている。バーストサプレッションは、心麻炊時あるいは、低酸素脳症や広範な頭部外症で見られる。これは、死傷からの入力が、皮質ニューロンの過分局により遮断されるが、内縁性ペースメーカーにより、死傷皮質ニューロンが再活動して、皮質活動が再開して、周期的なパターンを呈すると考えられている。突然始まり、 急速に最大振幅に達し、突然終わるような出現様式を取る脳波を突発波という。突発波の判読で最も重要なのは転換であり、転換の診断、分類、治療効果判定に脳波は行われることがある。突発波の異常には波形の異常、出現の仕方、出現の場所などの正常が知られている。突発性脳波異常はトゲ梯並びに A 波と突発性立動波とに対別される。トゲ波は突発性脳波以上の最も基本的な形であり、持続が20マセック以上70マセック未満すなわち、1、50から1、14秒で急瞬な波形を持ち、背景脳波から区別される。前述のようにトゲ波は、その出現様式によって散発性と立動性に、バースト、群発を形成することがある。トゲ波は、 気質ニューロンの可動規制発火を表すものである。転換患者の場合は、トゲ波成分は最も特異的な発作発射と考えられている。孤立性のトゲ波がかなり長い間隔を置いて散発する場合は、それは転換炎焦点の極在を示すだけであり、臨床症状を表しないのが普通である。トゲ波に持続200から500マセックの序波が続いて現れる場合は、 トゲジョハ複合という、トゲジョハ複合の発生基準に関しては不明であるが、ジョハは抑制過程を表し、トゲハに表現される強い興奮過程の発現に対して直ちにこれを抑制しようとする生体の防御機構が働くために、トゲハに続いてジョハが出現するという考え方もある。トゲハ単独で出現するよりも、転換現損傷が後半であることが多い。 極在性棘助波複合、全般性、後半性棘助波複合、タトゲ助波複合などが知られている。極在性棘助波複合は、焦点性を示す。全般性棘助波複合には、血心発作の3ヘルツ棘助波立造などの有名な波形も含まる。タトゲ助波複合には、ミオクロニー発作との関連も知られている。棘波に似ているが、 持続が70マセック以上200マセック未満すなわち114から15秒の波形をスルドパというトゲハとの意義の大差はないなぜ持続がトゲハより長いかということに関してはトゲハに比べてニーロンの動機が不完全であるという考え方がある動機が不完全になるには二つの基準が知られている第一にはその部位が原発焦点であっても 空間的に転換減損症部位が広い場合がある。この場合は、広い領域にある、多数のニューロンが同期するのに A 波よりも時間がかかると考えられる。第2に、原発焦点が、体側半球、皮質深部、皮質下初角などにあって、そこから伝播してくる、神経衝撃によって、当該皮質部位に A 波が誘発される場合は、神経衝撃の時間的分散が増大し、 持続が長くなると考えられる。スルドパニ除波が引き続いて形成される場合は、A 除波複合という。A 除波複合は、比較的広い転換現存症が存在する部位から、記録される。トゲ波や A 波を含むが波形は、散発性、枯発性に出現する場合も、立動的に反復する場合も、脳波的には、発射発射である。 トゲ波や A のみを含まない場合は、振幅が大きく、背景脳波から際立った、立動性群発、立動性バーストをなして出現する場合は、発射発射とみなされる場合があり突発立動波という、3Hz、6Hz の除波の群発、10Hz の高振幅の群発、速波の群発などが知られている。その他、有名なものとして、 ウエスト症候群のヒプスアニスミアやレニックス症候群非発作機の2ヘルツ前後の AA、除波複合、イレギュラーな1.5ヘルツから2.5ヘルツのシャープ、アンドスローウェーブコンプレックスなどが知られている。下記に述べるものは病的意義に乏しい。偽性転換発作派とも言われる。陽性群発、陽性トゲ派とも言う。振幅は75ミュ以下のことが多く。 側頭後部、後頭部優位に両側性。1、側性内視左右交代性に睡眠第1から2段階に出現する。年齢依存性があり4歳頃から出現し、12から14歳頃がピークであり、成人になると減少する。ギップすらは、自律神経症状を示す死傷あるいは、死傷株転換患者に関連すると記載したが、その後、症に、 思春期を中心に健常者20から60%に認められることが分かった。正常から境会の所見と考えられる場合が多い。国際学会では病的意義は確立していないとしている。入民期、軽水民期に単発性のこトげ波が出現することがあり、小栄とげ波と言われた。転換との関連がはっきりしないため、良性転換型発射、ベッツとも言う。 血心発作で認められる広範性3ヘルツトゲジョハ複合を小型化したような波形であることからファントムトゲジョハとも呼ばれる。内縁性精神病、特に統合失調症との関連も提唱されている。しかしこれも健常者でも認められる。左右対称性時に非対称性に全般性に出現するが前頭部優位や後頭部優位を示すこともある。 睡眠第一期で認められることが多いが、過呼吸や光刺激で復活される。精神運動発作系とも言う。うとうと状態の時に側頭部、特に側頭中部を中心に出現する4から7ヘルツのシータ波の群発である。複雑部分発作、精神運動発作で認められる、方形波に似ているため精神運動作為系と言われたが、転換性異常波ではない。 群発の持続は10秒以上で1、側性、または交代性に出現する。両側、または人側の頭頂、側頭部優位に比較的高振幅の4から7ヘルツの除波、または A 波様活動が周波数を変えながら、立動的に出現し数十秒から数分間、持続するパターンであり、この間臨床症状を伴わない。臨床的意義は、乏しいと考えられている。 人皮、特に左内視両側の側頭中部から、側頭全部優位に出現する、比較的高振幅の立動性6ヘルツのアーチ型の、ミューリツド様波形である。覚醒や軽眠時に人皮、または、両側の中心、頭頂部に出現する9から11ヘルツの、立動破骨欠損の場合に、ミューリツド様の波形が目立って出現することがあり、ブリーチリズムと言われる。 限られた、検査時間内で効率よく、異常波を誘発、観察するため、主に以下の不活法が用いられる。脳波所見と意識障害の程度に関しては、ある程度相関が認められる。目安としては、以下のように評価することもある。遠髄障害では、脳波は正常であるが橋や、中脳の障害では、防水波や高振幅不規則除波が出現する。 感動障害では高振幅不規則上波が出現する。転換の研究は、臨床脳波学における中心課題の一つであり、脳波が最も威力を発揮するのも転換の領域である。国際高転換連盟、エレイの転換及び転換症候群の1989年分類で、こうは説明する。1989年分類では転換をまず全般転換。 全般発作を持つ転換と極在関連、部分、焦点転換、部分発作あるいは焦点発作を持つ転換に分ける。他方、病院によって、本体性、原発性転換、症候性転換、潜在性転換に分け、両要因を組み合わせて診断する。部分発作とは、最初に現れる臨床的なラビに、脳波的変化が、人側あるいは、両側半球の一部に限局した。 解剖学的あるいは機能的ニューロン系の復活が起こっていることを示している発作である。意識が障害されないときは単純部分発作に分類し、意識が障害されるときは複雑部分発作に分類する。単純部分発作は、焦点極細部位によって運動兆候を伴うもの、自律神経症状を伴うもの、体制感覚症状あるいは特殊感覚症状を伴うもの、 精神症状を伴うものに分類される。単純部分発射の発射自脳波は対応する、皮質機能を極材量やに始発する、極材性反対側性発射であるが、頭皮腸から常に記録できるとは限らない。発射発射、せいずれディスチャージは、トゲ波の立動的発射の場合もあり、それより遅い種々の周波数の突発性立動波である、こともあり得る。 臨床上単純部分発作であっても発作時あるいは発作完結時に脳波上に焦点性突発波が見られない場合は少なくない。単純部分発作の完結期の脳波は簡単に言うと極在性反対側発射である。焦点発作の部位別の出現頻度では即頭全部焦点、半球性、側頭部、多発性、後頭部、頭頂部、前頭部の順に認められる。 ジャスパーによる1954年の検討では、単純部分発作の焦点性、発作性能排除は3つに分類することができる。複雑部分発作は意識障害を伴い、後に健忘を残す発作である。単純部分発作で始まり、途中から意識障害を起こす場合と最初から意識障害を伴う場合がある。精神運動発作とほぼ同義であるが一部重ならない点もある。 複雑部分発作は普通は、側頭部あるいは、前頭、側頭部の皮質、皮質下領域、急脳、変円形を含むの位置、側性、または、両側性の損傷によって凝る。側頭用転換との関連が重要である。側頭用転換では、発作発射が側頭用皮質、島などの皮質から変円形、海は、変頭体に至る。 当社炉を原曲性に侵襲すると単純部分発作、すなわち精神発作、錯覚、幻覚などが出現する。これを外側側頭葉用発作という。発射が変円形に広がると複雑部分発作特に自動症を伴うことになる。これを変刀体、会話発作という。複雑部分発作の発作間欠器の脳波は1、側性あるいは両側性の、普通は 非同期性の焦点があり、焦点は普通は、側頭部あるいは前頭部に出現する。発射時の右派は1、側性の、あるいは両側性の発射で後半性あるいは側頭部、側頭、前頭部に、焦点性に出現する。二次性全般化発射は、部分発射から二次的に全般化した発射であり、主に現れる発射は強直魔大発射である。二次性全般化発射は、 単純部分発作から強直魔大発作が起こる場合、複雑部分発作から強直魔大発作が起こる場合、単純部分発作から複雑部分発作を経て強直魔大発作となる場合の3パターンが考えられる。単純部分発作か複雑部分発作か明確に区別できない場合もある。全般発作は最初の臨床的兆候が発作開始時に 両側の半球が侵襲されていることを示す、発作である。意識は障害されることがあり、この意識障害が、発作開始時の症状であることもある。運動現象は、両側性である。発作時の波動は、発作開始時両側性であり、これはおそらく両側半球に後半に広がっている、ニューロン発射を反映している。全般性転換は、 転換の国際分類では特発性で発症が年齢依存性のもの、潜在性あるいは昇降性のもの、昇降性のものの3つに分かれる。特発性で発症が年齢依存性のものには、血腎転換、若年血腎転換、ミオクロニー転換、大発作転換などが含まれる。昇降性のものには、ウエスト症候群、レノックス症候群、ミオクロニー、出立転換、 ミオクロニー決心転換が含まれる。転換発作の国際分類では、全般発作は、決心発作、定型、非定型、ミオクロニー発作、マダイ発作、強直発作、強直マダイ発作、出立発作に分類できる。本校では、転換発作の分類に従い解説する。決心発作の純粋な方は、全長なく突然始まり数秒から20秒ほど、持続し、 突然終了する。それまで行っていた、諸活動の中断、空虚な行使、場合によっては、短時間の眼球状点が認められる。患者が話をしていれば話は中断され、歩行中ならばその場に立ちすくみ、食事中ならば食物が口に運ばれる途中で止まる。発作中に話しかけると、場合によってはブツブツと呟くことは、ある普通は応答できない。 血腎欲しさには6つの揚形があり、意識障害だけを示すもの、意識障害に自動症を示すもの、ミオクロニー要素を伴うもの、脱力要素を持つもの、強直要素を持つもの、自律神,神経要素を持つものが知られている。核揚形は単独も複合もある。いずれの発作型でも普通は、発作中は規則正しい左右対称性の3ヘルツと下ジ波複合が出現する。 二から四ヘルツトゲ除波のことや、多トゲ除波複合のこともある。異常脳波は、両側性である。発作完結期は普通基礎律動は正常であるが、トゲ波、トゲ除波のような突発波が出現することもある。脳波異常は不活され、安く過呼吸で容易に誘発される。また睡眠や、ペンテトラザルやビムグライドでも誘発できる。BR 否定型結心星さは、 定型血心発作よりも顕著な筋緊張変化を伴うことが多く、発作の起死、終了が突然ではないという特徴がある。脳波も定型失腺発作よりも多彩である。ミオクロニー発作は、ミオクロニー経伝とマダイ発作に分けられる。数秒程度の比較的短時間の強直状態が起こる発作であり、意識は普通障害されるが、回復は早い。普通は、 眼球や頭部が人皮に変異し、胸部の強直系連で呼吸が停止することがある。乳幼児期転換に多く、代表疾患は、ウエスト症候群とレノックスガスト症候群である。ウエスト症候群は、ホス時ジは低心腹側派内視脳波の脱動期、間欠期は、ヒップスアリスミアが認められる。レノックスガスト症候群は、ホス時ジは 20Hz 前後の速波性動期派や、 全造立動が認められ完結期は永除波が多少とも立動的な発射で出現する。強直魔大発作にて特発性全般性転換によるものと昇降性全般性転換によるものとがある。部分発作が発展して二次的に全般化して強直魔大発作を示すこともある。従来は部分発作の二次性全般化による発作も強直魔大発作とし、 部分発作の症状を前兆として扱っていたが、国際分類では二次性全般化はあくまで部分発作として扱い、最初から全般性に始まる強直も大発作と区別している。患者の一部は発作に先立ち形容しがたい予告を体験するが、大部分の患者では何ら予告症状なしに意識を失う。突然急激な強直性筋収縮が起こり、地上に倒れ、舌を噛んだり、 失禁したりする。シアノーゼが起こることもある。その後、マダイ系連段階に移行する。マダイ系連後、筋士官心識障害となる。発作時は10ヘルツあるいはそれ以上の立動波が、強直期の間は、次第に周波数を減時振幅を増やし、マダイ期になると除波によって中断されるというパターンを折る。発作完結期には、オートゲ除波あるいは、トゲ除波、A 除波発射が認められる。 全般強直魔大発作だけを持つ患者では他の発作型に比べて突発波の出現率が最も低く、1952年のギブスの検討では安静時22%睡眠時46%にしか突発波は認められなかった。脱力発作とは筋緊張の突然の減弱が起こるものである。 部分的で頭部が前に垂れ下顎が緩んだり、四肢の一つがだらりとしたりする場合もある。すべての筋緊張がカタレプシー様に消失して地上に倒れてしまったりする。これらの発作が極めて短い時は転倒発作という、意識は消失するとしても短い。持続が長い脱力発作では、立動的、連続的に士官が進行するという形で進行する。 血心発作の症状として起こることもある。発作時脳波は大トゲ除波。兵隊化あるいは低心腹側波が出現する。発作間欠器は大トゲ除波が出現する。アルツハイマー型認知症の患者では脳波は以下のように推移することが知られている。コリンエステラーゼ阻害薬によって除波が減少することが知られている。画像診断学が発達したため2012年現在 脳波検査では得意度と意義度が高い脳波所見の判読が求められている。得意度が高い脳波所見はその所見で病態診断が可能なものであり、意義度が高い脳波所見はその所見で大脳後半の障害があることを示すものである。安静、閉眼時に出現していた後頭部優位のファー波は開眼すると速やかに振幅が減衰する。このように感覚入力、 体制感覚、聴覚、視覚など、運動、覚醒状態の変化、認知活動などによって、周波数成分が変わることが知られており、生理学や心理学研究で応用されている。高速、風リや変換、周波数フィルタなどの信号処理技術が必要となる。ある周波数成分が、刺激などの事象に前後して増加することを、事象関連動機、イベント、 リレーテッドシンクロナイゼーション、アーズと呼び、減少することを、事象関連脱動機、イベント、レラテリシンクリナゼーション、アードと呼ぶ。また、周波数変化を利用して、ロボットアームなどを動かす研究、ブレーン、コンピュータインターフェース、BC の研究も進められており、義手などへの応用が期待される。例えば、小中神経刺激を行うと、約二十水後に、 体側一時感覚やの神経細胞が反応する。この反応は背景脳波に比べて電位がかなり小さいので直接波形を観察しても見分けることはできない。これを解決するために小中神経刺激を複数回、100回など繰り返し刺激に時間を揃えて加算平均アベレージすると小中神経刺激に関連した電位変化のみ観察できる。これは 背景脳波は、電気刺激とは、無関係にランダムに発生していると考えられるため、複数回平均することで打ち消し合うことを利用した、ものである。加算平均を応用した方法として、体性感覚誘発デニー、SEP、聴覚脳間誘発デニー、BEP、ア r 視覚誘発デニー、VEP、様々な事情関連デニー、調整脳間反応などがある。脳波を、 コンピュータや機械の制御に利用する、わかりやすく言うと、念力として利用しようとする試みにブレインマシン、インターフェースがある。シシマヒ患者の脳波を読み取って、義手を動かすなど、医療面での大きな期待を背景に研究が進んでいる。評は脳波を用いた BMI の例である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。